はい、じゃあ次、はい、巻き込みサーブいきます。巻き込みサーブ皆さんできる方っておられますか？いない、いない、できる。まあ、なかなかあの女性の方って結構少ないと思うんですけども、まあアップ系の巻き込みサーブを出せることによって結構点数、試合で点数取れたりしますので、ぜひ覚えてほしいですね。で、こっちの横回転もあるやんってなるんですけど、こっちの横回転だと結構女性の方とか、まあ背低い子供さんとかだったら結構肩上げるのすごくしんどいですね。で、肩上げないと面が出ないので、まあ真横が即出ない。もし僕今身長あるんで出せるんですけど、こんなちっちゃい選手だったら、ね、出せない形になるので、まあ、小さい選手結構みんなこうテレビとか見てると、こう小さい選手こうやって巻き込みサーブを結構やってる、まあ、そのなんで女性の方にも、まあ、おすすめのサーブになるので、ちょっと男性の方もお付き合いください。で、まあ、出し方としてはまず、まあ、前に押さない、横に押します、横にかけます。ちょっといいですか、皆さん真似してもらってもいいですか。ちょっと手首を中に入れてください。そうですね、こういう、まあ、フォア面が自分のお腹に向いたり、まあ、そうですね、鏡見る感じで、はい。で、そこから、結構ね、最初やり出すと前にこうピッてやっちゃうと、まあ、これは、まあ、かからない、回転がかからないのもあるし、まあ、相手からめちゃくちゃバレてしまう形になってしまうので、真横に打ってしまう。真横、まあ、ここはちょっと最初難しいので、真横に打ちます。で、これを出してあげると、ちょっと真横でめちゃくちゃ上回転になります。取れます？取れます？大丈夫です。取れなくていいんですよ。取っちゃったらダメなの。実際誰か取っちゃったらダメなの。せっかくの経験をやって。どうするんですか？入れないでください。実際ちょっと取ってみたい人、何て言うか。惜しい、いやむしろ惜しい、結構危なかった。帰った。男性の方は誰かいいですか？まあ多分今上手は見るので、まあ取られる。上と下混ぜてもらったらいいんじゃないですか、お父さん。じゃあちょっと下も手の後から説明します。ペンでもできます。今横上っていう形になります。まあ、ペンの人だと、まあ、同じでこっちで、やってもらって、ちょっと面が出しにくいので、指を外してあげると、あ、これやりですね。指を外してあげて、この位置に中に入れてあげると、同じようにサーブができると。ちょっと一回じゃあ取られてみますか。こっちに中に入れます。そうそうそう。まあこれにちょっと、まあ、下をやると下回転も出せますので、で、まあ、出ると、ね、下回転、上回転っていうのが、まあ、分かりにくく出せるので、ちょっとやってみてください。で、最初もしできない人がいれば、まあ、押してしまう人がいれば、まあ、台の中に置いてあげて、で、ここでちょっと横回転をかける、まあ、これだと見た目的に横回転の方っていうのが見えると思うので、ちょっと一緒にやろうって最初はいいかなと思います。じゃあこれをいきましょうか。まずは、はい、まずは卓球台の上で転がすとにチャレンジ。了解です。最後は自分がこの辺だと上に行くので、このまんま耐えれるようにしてください。行きますか。そうです。で、上に今上がる、まあまあ、上がってしまうので、そうです。そう、それです。転がす。おお、めっちゃ待って。今のだよ。で、それを。超難しい。で、ね、空中でできるようになれば、今みたいなサーブが出せるので、そうです。実際ちょっとだけ飛んでみましょうか。行ってみます。はい。
怒られましたね。できましたでしょうか。多分この一瞬では、まあ、できてない方多いと思います、まあ、できたら多分天才なんで、まあ、サーブっていうのは結構こう試合の中で点数直結するボール、技になるので、まあ、これを覚えていると、まあ、楽に点数が取れる。ただし楽に点数は取れるんですけども、やっぱりこのサーブ練習っていうのは結構時間かかります。まあ、ドライブする、ツッツキする、フォア打ち、バックするっていう中でも一番時間かかると思うんです。でも、まあ、これを根気よくやっていくと、まあサーブで、まあ、楽に点数が取れるとか、まあ、勝負どころでやっぱり1本ね、いいサーブ持ってれば、あの時勝ってたなっていうところがね、出てくると思うので、まあ、そこをちょっとね、今の巻き込みサーブ、必殺サーブ覚えてあげるとね、取れてくると思いますので、ちょっと、ぜひ、まあ、僕の真似とかでもいいんでやってみてください。ではでは、以上巻き込みサーブ新しでした。ありがとうございます。